まずはホームチームの福島、まあ、連勝中ということもありまして前節からメンバーの変更はありません。ゴールキーパーが山本、福島隼人、川西誠、鎌田翔真と組む3センターバックです。鎌田博夢、上畑右平次と並ぶ若きダブルボランチ。右のウィングバックが吉永、左のウィングバックが田中、樋口幸恵のツーシャドウ、最前列イスマイラというラインナップです。アウェーチーム FC 岐阜のラインナップを紹介していきます。前節からは2人メンバーを入れ替えてきました。ゴールキーパーが桐畑、藤谷、甲斐、三田と並ぶ3センターバックです。右ワイドが船津、左ワイドが橋本航、中盤は今日は大西、中島、吉浜と並ぶ3センターです。そしてリーグ戦は初スタメンの柏木、そして川西と並ぶ今日の FC 岐阜のラインナップです。少し幅を取った川西から縦のボール、奪った FC 岐阜、中島健生です。探して左ワンタッチ、吉浜上がりを使って橋本当たる、中2人クロスボール、川西の前こぼれ球、中島で反応、吉浜のクロスボールが入ってくる、ファーサイド移籍後初ゴール、今日初先発の柏木陽介、先発起用の期待に応える先制点です。今の場面です。橋本航のクロスは一度跳ね返されましたが、セカンドボールを高い位置で拾って吉浜のクロスに柏木が飛び込む、利き足とは逆の右足でゴールを絡め取りました。4連勝中の福島に対して、まあ、立ち上がり少し押し込まれているようにも見えた。中央が空く福島隼人、田中康介です。ドリブル、それからクロス、ここまで持ち味を見せながらクロスボール、イスマイラをめがける、シュートまでいった。さすがの身体能力。今の場面です。先ほどのシュートシーン、コントロールからの競り勝ったのは藤谷、セカンドボールは鎌田で取る、雪江で落としてイスマイラ、右に散らして吉永です。吉永の速いクロス、外からいった、樋口ファインゴールが生まれました。同点、今シーズンの3点目。吉永のクロスボール、イスマイラの背後で待っていた樋口、いや、それほど簡単なシュートではないはずです。後方からの見事なボレーシュート、今シーズンの3点目をマーク。ワンタッチの川西の落とし、吉浜からボールをさらった吉永、クリアは中に入ってくる、柏木コントロール、船津のシュート、取られたら取り返す、すぐさま勝ち越し FC 岐阜。今はクリアで逃れようとした福島、柏木でコントロール、船津の矢のようなシュート。まあ、柏木も落ち着いたコントロールから見事に落として、船津の右足、キッカー吉浜です。高いボール、三田の奥に来る、最後は橋本航が触りました。三田が中央に動き出して外で待っていたのは橋本航、ただここは対応に合いました。高い位置で拾う、川西はもう少しスペースに蹴れというようなジェスチャーでした。イスマイラ打っていった、反転からのワンステップ、岐阜を脅かすには十分なシュートでした。少しポジションも流動的に動かしながら相手のギャップを伺っているのは福島。さて福島隼人のところに三島が絡む、縦のボール、イスマイラに来た、ナイスキーパー桐畑、キーパーとの競り合いになりました。
横で動かして三島が食いついてきたところ、間を縫っていくようなボール、イスマイラが足を伸ばしましたが、キーパー桐畑じりじりっとコースを消しに行っての、最後は激突しながらのボールキャッチになりました。福島隼人、池高からボールをさらう、流れる、引き取った、村田にボールが入ってくる。ここは旗が上がっています。そしてこのプレーで試合終了のホイッスルです。3位4位の対決、福島対 FC 岐阜の一戦、2対1、 FC 岐阜が2試合ぶりの勝ち点3、1ポイント差の福島を抜き去り、首位追走への1勝を挙げています。